理系の大学に通う彼と付き合って早数ヶ月。今日は私の誕生日にどうしても渡したいものがあると彼の自宅に呼ばれたんだけど、正直嬉しくてたまらない。ごめんね、本当はどこかお店の方がって思ったんだけど、君と付き合って初めての誕生日だからどうしても特別なものをプレゼントしたくて。ついて早々プレゼントの話？理系男子は合理的ね。ううん、むしろ楽しみ。じゃあちょっと待ってて、すぐに着替えて準備するから。え、着替えて準備？なぜ白衣？用意するのはどの家庭にもあるこちら。何が始まった？それとさらっと言ったが、その見たことのないものはどこの家庭にあるものでは決してない。そしておしゃれな小瓶。彼女のこの困惑した表情に気づいて。ダメだ、キラキラした目をして夢中になっている。硝酸カリウムが 9g、 塩化アンモニウムが 9g、 水 90ml、 小濃 42g と無水エタノール 150ml を加える。エタノールが入っているから電子レンジや直接火にかけて温めたりしないで、湯煎で温めながら溶かす。彼氏よ、あなたの彼女は今自分の誕生日でこんなに困惑したことは生まれて初めてという表情をしているのよ。気づいて。完成、ストームグラス。狼狽している間に完成してしまったようだ。これを綺麗な袋にしまって、そして一旦しまった。これを君に、中身は開けてからのお楽しみ。ありがとう。だけどすでにこの中身を私は知ってしまっている。あ、ありがとう。開けてもいい？もちろん。これは何だろう？ストームグラス。その名称は完成した時に聞いた。あれ？これはね、ストームグラスって言って、ちょっと暖房を消すね。部屋の気温が下がるとね。ほら！すごい、ちょっと綺麗かも。でしょ？これは硝酸カリウムと塩化アンモニウムを水に溶かしたものと小濃エタノールに溶かしたものを混合してガラス容器に詰めたもので、溶液や沈殿の状態によって近未来の天気が分かるとされているんだ。ちょっと変わってるけど案外いいじゃん、理系男子。